はい、こんにちは。ハーバード心理学21日目になっていきました。ブルーホースです。今日もやっていきましょう。ということで、本日21日目はですね、こんなテーマです。ありがとうを言うということでですね、どうでしょうかね。皆さん、こんな感じで最初、冒頭始めていくんですけど、あなたは、ね、余計なお世話だって言われるかもしれないんですけど、普段感謝伝えてますかっていうことなんですね。例えば、まあ家族とか友人とか仕事仲間などなんかですよね。僕の妻なんかよくね、すぐいろんなことをね、ちょっとした些細なことなんかでありがとうって言ってくれるんで、まあ日々感謝伝えてもらって、あ、こうやって言ってもらえるんだったら何回でも家事やろうかななんていうふうに思ったりするんですけどね。皆さんいかがでしょうか。言ったり言われたりとかどうですかね。まあちょっとしたことをまあしてもらったときに、ありがとうっていうことを皆さん言ってるでしょうかってね。で、ついつい当たり前のこと、例えばお皿を洗ってくれるとか、朝起こしてくれるとか、ご飯を作ってくれるっていうことが、まあ、ついつい当たり前のことと思って、まあ、流してしまっていて、で、伝えてないっていうことなんてことはないでしょうかっていうことなんですね。ということで、今日はですね、ありがとうを伝える、感謝を伝える大切さのお話をしていくようにしていきます。でですね、まあ、マーティン・セリグマンっていう、まあ、心理学に関係している、あの、講師、教授の方がいらっしゃるんですが、まあ、ポジティブ心理学というですね、講義の中で、感謝の訪問という課題を学生さんに与えました。で、一体それって何っていうと、訪問っていうから行くのっていうところなんですけど、あなた自身が行くのではなくて、お世話になった人に感謝の気持ちを手紙に書いて、でその人を訪問して、手紙を読み上げるということで、本人だけじゃなくって、手紙自身も訪問させるっていうような課題を与えたんですね。で、研究の結果報告としては、感謝を伝える側と、それから感謝を受け取る側ともに両方の関係がより良くなったっていうことなんですね。で、心が動かされた場面、つまり感動したとかですね、それから涙が止まらなかった場面っていうのが多々あったと。で、とある父親がですね、その手紙を聞いて10年ぶりに子供を抱きしめたっていうこともあったりとか、それから何年も何年も仲違いをしていた友人との友情が復活したりとか、それから、もう50代60代の初老のコーチの方が現役の時のように若返ったりして、おー、ありがとうって伝えたっていうような研究結果っていうのが報告されたんですね。ということなので、例えば関係性が良くなったりとか、それから若返ったりとかっていう風に、感謝の力っていうのは絶大なんですね。なので感謝を表現する方法っていうのはたくさんあるわけなんですけれども、いろんな方法がある中で、手紙を書いて手紙を書いて読み上げるっていうことは特別な力をもたらしてくれるということなんですね。なので、まあ、僕の時もありましたけど、結婚式で花嫁ですね、あの新婚の妻の方が、奥さんの方が両親に向けて手紙を読むっていうのも、ここからもしかしたら来てるかもしれないんですよね。ということで、皆さんに本日の問いかけです。あなたには今ですね、感謝している人っていうのはいらっしゃるんでしょうか。それからその人のどんなところに感謝していますか。で、感謝したいとかしてるなって思った出来事っていうのは一体何なのかっていうことを思い出しながら、次の話に進んでいきます。はい、ということでですね、何かっていうと、率直な気持ちを伝えましょうということなんですね。で、本日のワークなんですけれども、感謝している人っていうのを誰か一人挙げてみて、もう何人もいると思うんですよ。その中でも、もっとこの人に感謝しているなっていうのを一人挙げてみてください。で、あなたの気持ちっていうのをその人に向けて手紙に書いてみましょうというのがワークです。で、一日一日ワークに取り組んでいただいているかと思いますんで、そんな何人も挙げるとちょっとしんどいですからね。まずは一人からやってみましょうということです。で、あなたがその人に対してどんな気持ちを抱いているのかとか、どんなことをしてくれたということに感謝しているのか、で、その時どう感じたのかっていうことを書いてみましょうということです。で、感謝の手紙を実際に書く時っていうのは、はい、おっと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 、はい、改めてその人とつながっていることの深さに、まあ、心からの喜びを感じることができる瞬間っていうのを、たった一通の手紙であったとしても、まあ、幸福感を増すっていうことにつながっていくと。ただし、まあ、これって結局ね、効果一時的なものになっちゃうので、まあ、だから月に一度でもいいから感謝できる人に向けて、例えば今回は A さんに書きました、で B さんに書きました、 C さんに書きますっていう風に、感謝の手紙っていうのは書き続けることっていうのが大切になってくるんですね。で、手紙を出す効果っていうのは、もちろんですね、高いんですけれども、
まあちょっと出すっていうのは照れくさいしとか、出したいけどあの人どこにいるか分かんないっていう場合は書くだけでも OK です。はい、じゃあとはいえどんな風に手紙って書いたらいいのっていう、まあ、ちょっとね、わからない問題点っていうのが出てくるかと、課題点が出てくるかと思うんで、実際に書いてみようということで、これらをヒントにしてもらいたいと思うんですね。で、手紙の参考例ということで、感謝している人の名前をリストアップしてみましょうと、ね、思いつく限り、10人でも20人でも100人でも200人でも書いてみようと。で、その中から、この人に一番感謝を伝えたいなっていうのをピックアップするということですね。で、手紙に対してその人がしてくれたっていうエピソードを書きましょうと。例えば、自分が、今の地位で成功するきっかけをくれた、ね、一言っていうのはありがたかったとかですね、それから目の前が真っ白になるくらい忙しい時に何か手を差し伸べてくれたとか、いつもなんか自分がちょっとしんどいなって思っている時に遊びに誘ってくれるとか、そういったエピソードを書いてみましょうということです。で、そうした成功するきっかけをくれた時とか、それから、しんどい時に手を差し伸べてくれた時のあなたが感じた気持ちとか、今それを振り返ってどう感じているかっていうのを書いてみましょうということですね。で、成功するきっかけをくれた一言だったら、安心してチャレンジしようと思ったとか、目の前が真っ白になった時のあの時かけてもらった言葉ほど心が落ち着いた時はないとかですね、それからワクワクが止まらなくなったっていう風に、どんな気持ちを感じたのかっていうのをエピソードに添えて書いてみましょうと。で、4つ目のステップが最後ですね、手紙を出すということですね。はい、ね、あるいは自分で出すって書いてるんですけど、これは何かっていうと、手紙を、郵便で送るっていう方法か、あるいは自分で直接訪問して届けに行くっていうことですね。ということをぜひチャレンジしてみてください。ということで、21日ですので、まあね、今日が何曜日になるのかな？金曜日ですかね。金曜日かな？だと思いますんで、金曜日じゃねえや、木曜日か。木曜日だと思うので、まあ今日ちょっと難しいっていう方はですね、花金を迎えるあたりで、書いてみていただけたらというふうに思います。ということで、はい。こんな風にね、やっと、おっと、真っ白な画面になっちゃった。はい。ということでですね、今日最後になんですけれども、こんな感じですね。この動画が役に立ったなとか、面白かったなっていう風に思っていただけたら、ぜひですね、チャンネル登録ボタンと、それからグッドボタンもお願いいたします。ということで、感謝の手紙ぜひ書いてみてください。次回の動画でもお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。